はい、こんにちは、浅井です。超久しぶりにゴッドフェス弾きたいと思います。まあ、僕ね、ゴッドフェスね、過去に何回かあった維持7個のゴッドフェスは結構がっつり弾いてたんだけども、10個のゴッドフェス弾くのかなり久しぶりですね。僕、富士見ファンタジアコラボのあのガチャ動画の時に確か弾かないって言ってたような気がするんですけど、ちょっと弾きたくなっちゃいました。新キャラね、使ってみたいし、動画にしてみたい、これが一番の理由ですね、もはや。YouTube が目的ですね。前にも僕ちょっと言ったことがあるんですけど、僕 YouTube を始めてから、ソシャゲの課金額がマジで増えました。なのでね、その分しっかりとね、ここで神引きを決めて取り戻していきたいと思います。狙いはもちろんファガンとゼログです。頑張っていきましょう。はい。で、今回は石を352個、35回回すことができます。まあ、いつものガチャと比べると僕ちょっとね、控えめの数字ではあるんですけれども、まあもう、富士見ファンタジアとサムスピとあとハロウィンか、連続でね、ガチャいっぱい引きまくってるんで、さすがにちょっとね、お財布事情っていうところもあって、まあ、抑えめ。これでも抑えめなんですけどね、頑張っていきたいと思います。家具土、もう使ってないな。まあ、こういうね、ちょっと昔のキャラクターを見れるっていう懐かしさもね、このゴッドフェスの楽しさかなっていうところはあるんですけれども、お、コットン、いいね。フェス源はね、もう問答無用で確保していきたいですね。まあ、フェス源の確率、まあ従来、今回あんまりちゃんと確認できてないんだけど、従来通りだったら多分ね、3割ぐらいだと思います。だからまあ10回中3回ぐらいフェス源が出てくれれば OK っていう感じですかね。お、いいね、マドゥ。武器をね、僕この武器たくさん作りたいんで、コンボ強化じゃなく、なんだっけ、コンボドロップか、あれがね、最近すごい使うの楽しいんで、たくさんね、あのパーティーに入れて遊びたいなっていう風に思ってたんで、美味しいですね。そうですね、あの新キャラのファガンとゼローグ、今回は感謝祭メダルがありますので、まあ、いずれか1体は絶対無料で、手に入れることができるようになっています。おー、いいね。何体目これ？ 3 体目か。はい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 。一回交換に使った気がすんな。まあまあいいでしょう。まあなので、今回はこのガチャで、まあファガンかゼローグどちらか1体を引ければ、もう1体は交換で済むっていう感じですね。なので、どっちか引ければもう最高っていう感じです。回数35回で単体確率が確か 1.5% だったかな。だから35、期待値が30、まあ、どっちか1体出るかどうかっていうぐらいかな、確率的にはね。うん。まあ、理想はね、3体ずつです。進化前、進化後、武器でね、それぞれ、確保したいっていう気持ちがもちろんあるんですけれども、うん、まあね、そこまで贅沢は言わないです。まあ、初回なんでね、まあ、これ、ゴッドフェスなんで、別に期間限定とかではないのでね。ミネルヴァ。こいつもね、超転生して結局使ってないんだよな。まあ、最近のね、なんだっけ、おー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 、最強キャラ。いいっすね。これも3体目ですね。オッケーオッケー。まあ、ゴッドウェスなんでね、月に数回あると思いますし、おーオッケー、いいね。やっぱ楽しいんだよな、このガチャ。うん。石10個はね、重いんだけど、やっぱ楽しいですね。こうやって結構頻繁に動いてくれるし、だから僕、本当はゴッドフェスだけを弾いてたいんですよ。興味ないコラボとかはもうとことんスルーしたいなっていう風にね、思ってはいるんだけど、まあそうですね、コラボのキャラがね、このゲームとにかくめちゃくちゃ強いんで、なんだろう、追わざるを得ないような感じになってるから、まあ、ちょっと複雑ですよね。まあ、追わざるを得ないっていう表現もあんまり適切じゃないんだけども、コットン2体目。まあ、一応ね、その環境の前の方で僕はずっと活動していきたいなっていうふうに思っているんで、まあ、強いキャラはね、できるだけ確保したいっていう、まあ、僕のプレイスタイルなんですけれども、まあ、そうだな、やっぱ強くしないとなかなか引かないからね。まあ、だから既存のキャラクター、通常心、まあ、工場のモンスターっていうのがもっとね、強くなってくれれば、その辺の考えっていうのもまた変わってくるのかなっていう感じはするんですけれどもね。究極進化のペースもね、もうちょっと早くしていいような気がするんですよ。まだその、
ドーン。ドーン。超かっこいい。やったぜ。よしよし、これで感謝祭メダルでファガンを交換すれば両方揃いますね。これが進化前と。で、これが進化後。進化後というか究極後でいいのかな。こっちがダメージ吸収無効なんですね。見た目が超かっこいいんだよな。で、これが2体攻撃2つの武器と。スキルが6倍エンハー。強えな。6倍エンハーって初か。多分初だよね。OKOKOK。まあ、どっちか1体引ければ OK っていう感じだったので、一旦ほっとしましたね。あと13回、12回あるんで、もう1体ファガン出てくれればいいなとは思ってはいるけども、まあそれはね、ちょっと絶対かな。出たらかなりの上振れですね。まあこの辺はもう十分かな。今回のラインナップ的にゼローグとファガン以外特に欲しいものがなくて、まあそうだ、強いて言えばヘラルナ、あの武器がね、ものすごく強いんで、ヘラルナ欲しいなと思ってたんですけど、まあ出てくれたんで、もう現状で概ね満足ですね。さあ、あと何回動くかっていうところかな。あとフェスゲンがね、たくさん出てくれればいいんですけれども。さあ、残り9回、8回かな。イザナギ。闇メタがね、強かった時はイザナギもめちゃくちゃ活躍しましたね。最近は使われてんのかな。ちょっとわかんないんだけども。おお、読みね。つくよみもね、僕ものすごく好きなキャラクターなんで、早く超転生してほしいですね。指6個になってほしい。お、闇メタ、噂をすれば。このポーズの闇メタ見るの久しぶりだな。結構あるな、闇メタ。あと1回ぐらい動くところ見たいな。あ、竜ね、2体目。いいね。リュウネもコンボドロップ強化でちょっとだけ強くなってますよね。誰だお前って一瞬思っちゃった。瀬戸工場キャラでは結構珍しい7コン3つ持ちなんで、どうなんだろう。ラオウとかが活躍してる今だったらワンチャンあんのかな。おー、いいね、ネフティス。お前まだ転生してないんだな。可愛いからね、早く転生してほしいですね。はい、残り2回。可愛い。マジ可愛い。はい、ラスト。フェスゲン来い。動け。おお。まあ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 。いいでしょう。はい、ということで、35回に引き終わりました。ちなみに、僕、メールはホルスでした。ヘスゲンが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11かな ?35 分の11。うん、まあまあ、そこそこですね。うん。普通ぐらいでした。まあまあ、ちょっと待ってね。確率の方が、そうですね。1.5% ですね。これ多分、従来通りだと思うんで、全部合わせて、まあ 30% ぐらい。30% って考えたら、35分の11、まあまあ、十分でしょう。ちょうど確率ぐらいですね。かっこいいよな、マジで。見た目がいいわ。結構ね、僕、キモオタなんで、可愛い女の子系が好きなんですけど、その僕がすごいかっこいいと思う。レベルで、このキャラ本当にかっこいいと思います。どういうことだ自分で言っててよくわかんないけども。はい、そんな感じで、ゼローグね、無事引くことができましたんで、交換でね、ファガンを手に入れて、一旦このガチャは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ちょっと小ネタなんですけど、僕のフォロワーの方から、とある情報が寄せられて、このファガンがですね、武器進化をさせてから継承させて、でその後その武器を退化させると、そのどんなキャラクターであっても変身スキルが使えるんじゃないかっていうね、なんか噂があるらしくて、で僕ちょっとそれ気になったんで試したんですけども、あのご覧のようにできませんでした。なので、そうですね、自分の好きなキャラをファガンに変身させてダンジョンを攻略するっていうことは、まあちょっとできないみたいですね。はい、
まあ確かに言われてみて、あ、それできたらすごく面白いなっていうふうに思ったんだけども、残念ながらね、このような画面が出てきて、不可能でした。というおまけでした。では。